ちは。お元気ですか。今日はスリングの使い方で、今回うちで使うのはこちらですね。このピースリング社の製品なんですけど、これ普通に買うとすごい高いです。これは中古で買いました。もう新品の半額以下ではね。今日はそれをつけて外にちょっとね買い物に行くんですけど、どんな感じでつけるかをご紹介したいと思います。うちの子は今2週間とちょっとなんですけど、多分大丈夫です。ただご利用は自己責任で。さあ、まずこういう感じでね、ここリングに通してます。でこれを単純に、ま、肩にねかけていきます。こう、まあこんな感じ、こんな感じでこう中にね、こうなんていうの、スペースができる。ここに赤ちゃんが入るところ、でちょっと緩めとくと入れやすいね。後から引っ張るときに、まあ、引っ張りやすいし、まあ、こんな感じでね、こうここがなんていうの、内側が袋みたいになるように、こう、まあ、内側がこう袋ね、赤ちゃんのお尻がここでこうがっちりガードされるような感じになってます。では赤ちゃん入れてきます。うちの子は世界で一番可愛いな。ということで、まあ、肘はちょっと入れない方がいいんだけど、スポットね、まあ、こんな感じでね、こうスポット、このさっきのね、こうお尻が入りますっていうところにね、こうスポット入ります。で、まあ、ちょっとね緩めにしといて、では次に足出していきます。ここのねちょっと固くなりに足を出すのを拒否してるけど、足をね、こう足の膝の裏まで出していきます。膝の裏までここに出てくる感じ、お尻がちゃんと入ってる感じで、今こういう感じでね、おっと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 、まだ首が座ってないんであれだけど、こういう感じになってます。こういう感じ、こういう感じに入りました。ではここから締めていきます。まずね、こうピタッと、自分の場合はこうピタッとね、こっちを、子供をこうした状態でこう順番にねすると、もう大体これでまあ出来上がりなんですけど、さらにその後にこれをねちょっと巻き巻きして、こういう感じかな。顔はこっち向きよりあっち逆向きの方がいいね。でまあ、こんな感じ、足がねこういう感じに出ます。で赤ちゃんの頭っていうか首の後ろにこのひねひねつけとくと、結構赤ちゃんの首が比較的安定します。あとはもうこのままこう手ぶらでお買い物に行けます。でこれのいいところは何がいいって、ベビーカーだとうち階段なんで、出てくのにちょっとめんどくさいんですね。なのでベビーカーよりもお手軽にこう下までね、こう簡単に立ててって降りていけるっていうのと、あと両手が使える、こうなんか物取りたいときにこう両手自由自在もブン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 動きますよ、こう、ということでご紹介でしたけど、これすごく便利です。これはねあった方がいいと思います。ちなみにさっきまでちょっと緩んでたんですけど、こう真ん中ら辺を引っ張ると、まあ、この辺が締まるっていう感じになってます。なのでピタッとした方がね、赤ちゃんがなんか落ち着いてこうスポット、あとここに乗せてると赤ちゃんがねすごいぐずりにくい気がします。なんか理由もなく泣いてるとき、こうやってね夜中の3時とかこうやってもうはいはいよしよしってしてると、まあ比較的寝やすいかな、比較的寝やすいです。まあそんな感じ。じゃあということで、あそうだ、あと生後2週間なんですけど、買い物行くときは絶対子供を連れてくか、誰かその面倒見る人をね置いとかないといけないので、なかなかね置いとけない。こうやってね生後2週間でも外に一緒にね行かなきゃいけないときは、こういう感じでねお買い物に一緒に行ってくることになります。ということで、じゃあスーパーマーケットまで行ってきます。